あやね。あやね。はい。はいじゃない。ぼさっとしてんな。設問を解いてみろ。どこですか。なんだ、聞いてなかったのか。127ページの3問目だ。ボケーっとしやがって。お前はボケの花か。どうせ夜遊びでもしてて寝不足なんだろう。まったくお前のようなやつは将来が心配だな。絶対ろくな大人にならんぞ。どっかの汚い工場で女工でもやるのが関の山。経営エネルギー第一法則によれば P イコール WHS。 問題文にそれは吸力式戦車10台と金属バット8本、5リットルの油に7リットルの牛乳、米3合、塩5升、あと砂糖を小さじ3杯加えたらできたとあるので、 W は550トン、 H は重ねたトランプの一部だけちぎることが可能とあることから、設問2の回を代入して215キロ、テクニカルゴールドモーターにピニオンが 13T なら S は48キロ、代入して550×215×48、 567万6000。答え、破壊ロボのパンチ力は567万6000空手になります。正解。今頃何してるのかな。一人で捜査に行っちゃってるんでなければいいけど。未決中048号、出ろ。はい。で、今日は何をやってる。棚に足掛けてぶら下がって。腹筋運動です。
いささか突拍子もない話だとの考えを禁じ得ません。本当ですね。銀色の怪物を見たって怪奇小説じゃないんですから。仮にも本職の調査員がそんないい加減な報告をするものでしょうか。叙情的に過ぎると自分も思います。それに兵器実験、警察局への協力要請、まあ別個に見ればこれといって不審なことはないにしても、ええ、2つ合わせるとなんともはや。どうしてそんな探る側にとっても機密性の高い調査に外部の協力を頼むのでしょう。適切な人材が不足しているとのご説明でしたわ。連盟は戦時中から多数の現地工作員を確保していましたよ。今の実情について詳しいわけではありませんけど、人手不足というのはどうもリアリティを感じませんね。率直にお伺いしますが、この一件について大尉殿には何か別の説明が与えられていないのですか。それが何も。急な召喚に何事かと思って横浜へ出向いてみれば、ただその紙束を押し付けられただけ。私の上司は郵便っていうシステムを知らないみたいです。困ったこと。機密情報の扱いとしては当然ですが、まあ確かにバカバカしい話でございます。六原の兵器研究を探るために警察局へ協力を要請する。これは前提として幕府と警察局を分断する認識が必要なはずですが、この点については。毎度の宮殿下と鎌倉所長様の抗議、そしてお二人が大和の元凶を憂いておられることについてはすでに報告を上げていますから。警察局はともかく、鎌倉署は幕府と一線を画する存在だと判断。平和主義のもとに GHQ との握手も外縁すると信じ、協力を要請した。ということなのではないでしょうか。なるほど。完璧でございますね。宮殿下。ああ、おそらく GHQ はこの八幡宮が鍵開け、固有の戦力を要していることに気づいたのだと思われます。 GHQ はこの先宮殿下をどう扱うつもりにしろ、実戦力を保有していては不都合なのでしょう。そこで排除にかかったのではないかと。あるいは GHQ はより直接的に影明を厭う理由を持つのかもしれませんが、で罠を仕掛けてきたっちゅうことか。はい。江ノ島に何が待つにしろ、その目的とするところは影明の捕殺と見て間違いないでしょう。いかがですか、大尉。全く賛成いたします。私もこの話を聞いた時からうなじの毛が逆立ちっぱなしで仕方ありませんし、それはもうビンビンに。ほら影明様、ご覧くださいましな。はしたないですよお嬢様。はしたないことやってるんか。すだれが邪魔でよう見えん。影明様、触ってもよろしいんですのよ。では失礼して。後にしろ。
大尉からも異論がないのであれば、この件は罠と断定して差し支えなし。言葉を選んで断るか、あるいは表面上受け入れておいて実質は何もしない、要はサボタージュを決め込むか、いずれかでよろしかろうと存じます、宮殿下。そやね、影明君、それでいいね。いいえ。わっち、影明、自分は江ノ島へ向かいます。宮殿下、お釈の密事をお下しあれ。お釈の密事？少々差し障りがありますので、お聞き流しください。わかりました。素直さをアピールして世国好感度をゲット。いい感じですよ、お嬢様。影明、どういうつもりだ？罠ではないと思うのか？全てが額面通りという可能性も否定はしません。本気か？自分にはその点はどちらでも構わないのです。ただ銀星号の介在を示唆されていることが気にかかります。それがただの虚言なのか、それとも何らかの事実を下敷きにしているのか、これは罠か否かという観点からは判断不可能です。どちらにしても双方の可能性があり得ます。現地へ踏み込んで確認する以外に道がありません。無謀やと思うえ。一切承知。省庁。影明、宮殿下はお前の身を案じておられる。もったいなき限り。必要としてもおられる。先刻、GHQ は八幡宮が戦力を有することを嫌うと言ったろう。その裏を読め。理解しております。宮殿下よりの数々のご厚情も忘れてはおりません。さりながら、この身は銀星号討滅のために尽きるもの。どうかお許しありたい。宮殿下。仕方ないか。は、この者にはまだ今は。用心するんよ、影明君。くれぐれもな。お心遣い痛み入ります。死んだらあかんえ。自分はこれからすぐに向かいます。え、参りましょう。一度所長宅には戻った方がよろしいですね。準備もございますし、綾音様が来ておられるやもしれません。して、何事か、獅子君。は、昨日新中軍ともつながりを持つお雇い組の者から報告があり、何でも近々奴らが江ノ島へ本格的な調査団を送り込むとのこと。ほうほう。その情報の精度は？横浜に潜伏している馬屋衆へ連絡して至急調べさせた。確かにそのような動きがあるそうだ。へえ、ようやく食いついてきたってわけだ。存外腰の重い奴らだの。教えてやってから一月近く経っておるではないか。さて、単に動きが鈍いだけか、それとも餌がうますぎて警戒させたか。いずれにせよ、乗ってきたならこちらの対処は決まっている。はい、お父様、何もしないということでよろしゅうございますのね。うん。飢えた獣には餌が必要だ。腹が膨れれば鼻も鈍る。奴らにはたんまりと食ってもらいたいものでござるな、殿。出なきゃ用意した甲斐がないしね。あれはあれで金かかってんだしさ。予算を好き放題に使わせた奴の言うセリフか。物々しい研究所で作ってるもんが単なるハリボテだったらさすがにバレるだろう。
本物思考ですよ、本物思考。おかげで最高のギャグになっちまったけど。あれは少しやりすぎじゃないかって気がしなくもないわね。そのぐらいでよかろう。奴らの興味関心を満たしてやるにはな。万一にも現段階で本命の方へ目を向けられては困る。シシ君、そちらはどうか。お待ちを。ジョアン。は。お前に。おお、これは野牛の。多忙であろうに呼び立ててすまんな。お心遣い、痛み入ります。古賀中将様。して上安祭、笹川の状況はいかに？構わぬ。直投を許す。は。現時点では、ご懸念に及びませぬ。我が騎下の馬屋衆による膨張は、十分に機能しております。かの計画は幕府の大事、国家の大事。そなたを信頼して構わぬであろうな。六原あってのこの上案。難情をもってご期待に背きましょうや。よろしい。下がれ。は。して、計画の進捗状況はいかがであろう。岡部の乱で収集した実戦データをもとに最終調整を行っている。それが完了次第、第一期量産の予定だ。急げよ。は。偉人どももバカではないからの。いつこちらのまたぐらへ手を伸ばしてくるか。はてさて。だからこそ用意した江ノ島、うまく聞いてくれることを期待しましょう。夏だ。ええ、今年も情熱の季節がやってまいりましたな。いや、違うだろ。なんで私らごく普通に海水浴してんだよ。そう言われましても。来てみたら皆様普通に真夏を謳歌しておりましたからね。だからってなんで私らまで混ざる。情報収集の基本を状況に溶け込むことだ。その場の異分子であってはならない。頑蓄あるセリフでございます。常に黒っぽい服と黒っぽいオーラをまとって周囲から浮き上がりまくっている。どこぞのどなたかにも聞かせて差し上げたいもの。は、もっとくです。自覚症状あるのかしらこの人。それにしたって何も水着まで着なくたって。付近の店で販売している衣料品が水着しかなかった。仕方がない。この海岸を並走で歩き回るのは無謀だ。汗水くになってしまいます。脱水症状までの所要時間は約90分というところでございましょう。うん。不満か。いえ、不満はないですけど、ただ、その、
ご安心なさいまし。よく似合っていましたよ。そんなこと心配してねえ、してねえと言いつつも、全国より綾音様の視線はご自身と港様の間を行ったり来たり、まこと目は口ほどに物申す次第でございます。水槽にしてほしいらしいな、ババア。魚介類の方々の需要という最後は勘弁していただきとうございますね。それはさておき、港様は、何か殿方の義務というものをお忘れでは。ワクワク、ハラハラ。見られてる、見られてましてよ、私。作戦は成功でございますね。なんだか今とても変態チックで他人のふりをしたくてたまらない我がお嬢様。視線を奪われていることに関しては否定が不可能です。大胆な水着を選ばれましたね。持参品です。このようなこともありましょうかと。下着じゃねえかよこれ。何考えてんだ、恥ずかしくねえのか。あらあら、世間知らずのお嬢さん、これはれっきとた水着ですのよ。つい先頃フランスで開発されたばかりの。適当言うな、こんなハレンチな水着があるわけねえだろ。それが事実だから世の中は油断ができない。一条、ビキニというものだそうだ。さすが港様、博識でございますね。むしろなんで知ってんだよと突っ込むべきところのような気もいたしますが。え、本当なんですか。俺も実際に目にするのは初めてだが。ヤマトではまだ市販されていないと思います。いかがですか、影明様。目の毒です、非常に。サンオイル塗ってくださる。喜んで。喜んでやるのでございますね、港様。はい。迷いもないまっすぐな眼差し。何か使いどころを間違っているような気も激しくいたしますが。いいえ、それでこそ影明様です。ささ、どうぞ。では失礼して。港さん。やめておきましょう。あれ？己の目的を忘れ去りそうです。ちっ、惜しい。まあそれが無難でございましょう。このまま続けて港様がエレクチオンな感じになっても我々困りますし。それは自分も深刻に困ります。とにかく話を元に戻しますけど。うん。私たちの目的地は江ノ島でしょ。なら早く行きましょう。渡れない。え、どうしてですか。ここへ来るまでに調べておいた。今江ノ島全域は立ち入り禁止区画に指定されている。無論発令したのは幕府だ。理由は不明。情報通り兵器研究をしているのでしたら当然の処置ですね。一概には決めつけられませんけれど。
疑惑が強まったのは事実でございます。夢ご油断なさいませぬよう。じゃあどうするんですか。公然と渡るのが不可能であるなら、非公然に渡るまでのこと、その方策を探るのがここに留まっている理由の第2、第3は情報収集。本来なら目的地の手前で聞き込みなどと、無縁なやり方は好まないのだが、こたびは目的地の異常がすでに明らかでございますからね。はい、それはそうです。島へ行く前にせめてこの状況がどういうことなのか多少でも知っておかないと。何も知らずに島へ行くのは二の足を踏んでしまいます。夏ですし。夏です。夏でございます。夏だよな。異常気象にも程があるというもの。しかも江ノ島周辺だけと来ては。なんでこんなあからさまに怪しい事件が全然ニュースになってないんだ。私新聞で読んだ覚えないぞ。六原様の何やらが原因なら報道機関に観光料を敷くくらい何でもないでしょう。疑惑濃度さらに上昇でございますね。ではそろそろ行動を開始しましょう。手分けして情報収集を。主眼とすべきは島への潜入方法およびこの異常な熱気について。何か質問提案などある方。ありません。一つよろしいかしら。はい、タイ。そろそろ私か一条さんかどちらか選んで常に一緒に行動したりとかして関係を深めていく頃合いなのではないでしょうか。あら、でも一条さんはもういないから。やにわに何言ってんだてめえ。さあ決断の時ですよ港様。却下いたします。調査効率の悪化を招く以外に効果が認められません。そこで謙虚不快なこじつけをして己の行動を正当化するのが男の解消というものですのに。おめえ実は脳みそがガンなんじゃねえの。あやね様、口が過ぎますよ。そうです、ひどいことも。お嬢様が頭を深刻に病んでおられるのは事実でございますが、それはそれとして今のご発言は割と結構確信をついていたりするのです。おいおい待てよジジュ。なわけねえだろ。そりゃ一体どんな男だ。いやいや、あやね様、己に課せられた使命を果たしつつしっかりヒロインと結ばれてこそ男児の本懐というものでございまして。影明様、私唐突に芸術的インスピレーションを獲得しました。題して水着とライフル銃。半世紀後くらいにネタの切れた企画屋さんが苦し紛れに思いつきそうな感じの前衛劇なんですけど、今ここで開始してもよろしいかしら。自分と一切無関係のところでお願いします。